蕎麦よりうどん、ラーメンよりうどん。うどん大好き、うどん子代表の私リンがとにかく美味しいうどんを紹介しております。本日第13回目は、お昼時にお客さんが絶えない、うどんだけでなく丼物にも定評があるこちらのお店です。大宮駅から西に3キロほど、ちょっと電車でのアクセスは難しそうです。手打ちうどん袋屋さんです。こちらの袋屋さん、少し中心地から離れていて、飲食店が少ないエリアでポツーンと店を構えている感じなんですよね。それでも連日お昼時になると駐車場が車でいっぱいになるという、知る人ぞ知る人気店なんです。なんでもメニューが見切れないほどあるとの話も聞いております。早速行ってみましょう。さあ本日もチャリンコを走らせていきましょう。本日お伺いする袋屋さんまではだいたい自転車で20分ほど、国道を東に、風を感じながら走っていきます。このね、斜め上を見上げた時の電柱の醸し出すノスタルジックな雰囲気、こういうの好きな方いますかね。私は結構好きです。先進国のほとんどで電柱は地中に埋まってるみたいなんですけれども、私は日本のこういう風景好きですね。ちょっと大通りから中に入って人気が少ない方向を目指します。だんだん景色が田舎っぽくなってきました。下校中の学生と田んぼ、そして見えてきました、本日お伺いする袋屋さんの立派な看板。遠くからでもわかる堂々とした顔つきです。かっこいい。そしてどうですか、袋屋2968、完璧な語呂合わせ。入り口左手にはうどんのレプリカと自動販売機、正面入り口にはのれんがどっしりと構えている。さあうどん食べましょうか。入ってまず驚いたのは、壁一面に張り出されたメニューの数々。店内とっても活気があって、外の平穏なゆるい空気感からは想像できません。張り出しのメニューを見ていてもキリがなさそうなので、少々気を引き締め正面のメニューとにらめっこ。温かいもの、まあ気分的にこっちじゃないかな。裏返すと冷たいの、この中からがっつり組んだったらこれに決まりっしょ。よーし、まあそれだけでいいかなと思った矢先に目に飛び込んでくるこの文字。あったよ、見ますよ。おもむろに右上を眺めます。皆さんだったら何頼みます？もうね、メニュー見てるだけで唾が湧いてきます。お茶を飲んで落ち着こうと。額に胸を膨らませて待っていると、左からスライドイン、美しい白色の物体がお出ました。こちら袋屋さん自慢の豚バラつけ麺1000円、そして左上にはちょっと食べたいプチエビ天の300円。頼んじゃいましたね。立派なエビ天がドーンと。どのタイミングで食べちゃおうかな。隣にあるのはまるでトグロを巻いて堂々と居座る珍獣、生命を感じる生き生きとした麺、このツヤ感ですよ。こちらが本日つけさせていただくおつゆでございます。具沢山でごわす。ではいただいていきます。割り箸を取り出して、箸袋にも袋屋の文字、絶対忘れません。割り箸チャレンジ、集中して一発、安定のドヤ顔。麺を取ります。これ意外と長すぎず取りやすい。麺だけで味わっていきましょう。これがちょろちょろっと意外に吸いやすいんですね。腰もそんなめちゃくちゃ強いっていう感じではないです。とても噛み心地が気持ちいい。表面の口当たりがソフトで、太すぎず細すぎず、ちょうどいい中太ですね。私の経験上、つゆに入れると化けそうです。さあ具沢山のおつゆにうどんを投入、絡めていく。絡めたらこんな感じ。やはりちょっと絡めただけで、一本一本の麺がしっかりつゆをまとっている。神聖なオーラを放ってスーパーサイヤーうどん3状態、こいつにかぶりついていく。もうこれが驚き、食べやすい、吸いやすい、チュルチュルいけちゃう。食べやすさってのは重要ですよ。丼物をつゆだくで駆け込む、その感じに似てるかもしれません。これまたつゆの味が結構濃いめなんですよね。こりゃノンストップで食い切ってるやつだ。うまい、いただきました。食欲をそそるそそる、とにかくこのつゆにつけたい。なんか逆に麺に見られてる感じがしてきた。口の中に続々と麺を投入していく。もうノンストップ止まらない。噛んで確かめる麺とつゆの相性、つゆを吸ったネギもこれたまんねんだ。大きな豚バラと光るうどんを一緒に挟んで煮焼けるうどん粉、調子に乗って口に入れすぎたか噛みちぎっていく。噛めば噛むほど、きた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 、肉の旨味
梅雨の深み、小麦の香り、そりゃこんな顔になりますわ。そろそろこいつ挟みましょう。エビ天ガブッと。衣浅くと甘辛のタレが非常に美味しい。このタレのかかった白米を食らう食らう食らってく。そして今再びのエビ天、うますぎて眉間にシワが寄ってしまう。薬味のネギを投入していく。あんなに食べたはずなのにまだまだ具は残っています。これね、マジでうますぎて食ってる途中でも食う前みたいに唾飲んでんすよ。薬味のネギと一緒に豚バラとうどんを絡めて食べていきましょう。結構うどんのボリュームは多めです。もうがっつりって感じですね。お茶を飲んで小休止。エビ天の尻尾も忘れることなくかぶりついていく。なんなんだこの顔は。食べても食べても豚バラが出てくる出てくる。袋屋さんの漬け汁は4次元ポケット状態。袋ってなるほど、そういうことだったんか。とか適当な冗談をかましていたら残りもあとちょっと。名残惜しいですが豪快に食べていきます。これが本当に最後の一本。このもちもち麺、これと豚バラ肉を一緒に食らっていきます。んーたまらん。本当に来てよかった。大満足のうどんです。夢にまで出てきそう。ありがとうございました。ごちそうさまです。いつもの通り完食。昼の戦いが終わりました。いやー、お腹いっぱいになりました。がっつり系の漬け汁にしっかり汁をまとう一本一本の麺、あのうどんをおかずとして白ご飯をバクバクいけるような、そのぐらいガッツのあるうどんでした。あの大きい豚バラ肉ともっちもっちの麺を口に入れた時の口の中の充実感はたまらなかったですね。もう思い出しただけでよだれが垂れてきそうです。この動画を見てうどん食べたくなったなーとか楽しかったなーと思ってくださったら、ぜひチャンネル登録をよろしくお願いいたします。それではまたお会いいたしましょう。さよなら。バイバーイ。